はい、こんにちは、116ウィンズです。ちょっと恐れていた事態が起きてしまいまして、まあ、今回今世間を騒がせているあの新型コロナウイルスの影響で MLB の開幕が延期することになりました。で、 MLB の発表によれば最低でも開幕戦を2週間の延期で、さらにですね、今行われているスプリングトレーニングの全試合も中断で、またですね、アリゾナの WBC 予選の方も、まあ、無期限で延期ということで、まあ、ついにですね、コロナウイルスの魔の手が MLB の方にも及んでしまったという状況になっています。まあ、日本のプロ野球も、まあ、同じようにコロナウイルスの影響で、まあ、開幕戦を延期するという決定を下していますけれども、まあ、ちょっと野球界にとっても、まあ、コロナウイルスっていうのはちょっと無視できないような、まあ、今状況にあるんですけれども、まあ、今回のその MLB の決定の前にもですね、まあ、あのワシントン州ですとか、まあ、カリフォルニア州ですとか、まあ、結構感染が拡大しているような州で、まあ、250人以上の集会を全面的に禁止するという、まあ、話も出ていましたので、まあ、特に開幕戦をホームで行うマリナーですとか、あとはサンフランシスコジャイアンツとかいった球団は、まあ、代替地での開幕戦の開催というところを、まあ、検討している状況ではあったんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、MLB 全体で開幕戦を延期するということになりましたので、ちょっとですね、MLB ファンとしては非常に残念ではあるんですけれども、まあ、やっぱりですね、昨今のコロナウイルスの感染拡大の状況を鑑みると、まあ、ちょっと決定としては致し方ないのかなとは思いますね。で、今回の MLB の決定の引き金となったのは、まあ、昨日ですけれども、NBA 選手が、まあ、コロナウイルスに感染していることが確認されたっていうところが、まあ、決定打になったのかなと思いますね。まあ、昨日ですね、NBA のユタジャズの選手が、まあ、新型コロナウイルスの陽性反応が出たというところで、まあ、あのその発表と同時にですね、あの NBA は、まあ、シーズンの無期限中断を決定を下しまして、で、まあ、一部報道によると、そのジャズの選手っていうのは、まあ、ルディ・ゴベアっていう、まあ、非常にですね、ディフェンスの、まあ、素晴らしい選手なんですけれども、まあ、ゴベアが、まあ、感染しているんじゃないかっていうところが、まあ、一部報道ではあったんですけれども、まあ、その選手への感染確認がなされた後に、まあ、ジャズの全選手とそれからスタッフで、まあ、あの検査をしたところ、まあ、もう一人あの感染している選手が出ていまして、まあ、ドノバン・ミッチェルだったんですけれど、まあ、今回現役選手2人が、まあ、感染確認がなされたところで、まあ、これ以上選手への、まあ、感染拡大を防ぐためにも、まあ、NBA としても、まあ、シーズンの無期限中断っていうところは、まあ、決定としてはやむを得なかったのかなというところにはなると思うんですけれど、まあ、これが引き金になって、まあ、いろいろなリーグですね、まあ、メジャーリーグサッカーとかもそうなんですけれども、まあ、シーズンの中断を余儀なくされてしまいまして、で MLB としても、まあ、この NBA の決定に、まあ、追随せざるを得なくなったのかなと思いますね。まあ、やっぱりリーグとしても選手への感染だけは何としてでも防ぎたかったとは思いますし、まあ、今回 NBA でこういった例が出てきてしまった以上、まあ、MLB としてもやっぱり選手への感染確認っていうところは何としてでも防ぎたいとは思っていることでしょうから、まあ、開幕戦を少なくともまあ2週間延期させるっていう決定自体はまあおかしくはないのかなと思いますし、また仮に MLB だけ通常開幕を目指していたとしても、まあ、おそらく国から何らか要請が出ることにはなったと思うので、まあ、あの先にですね、MLB の方で、まあ、あの延期を決定してしまうっていうのは、まあ、もうしょうがなかったのかなと思いますね。で、気になるのは今後どうするのかというところですよね。まあ、そもそもどういう状況なら、まあ、開幕できるのかっていう問題が当然ありますし、まあ、今のところ MLB としては最低でも2週間延期っていうところを決定はしていますけれども、まあ、例えば NBA は、まあ、最低30日って言ってますし、まあ、メジャーリーグサッカーの方も、まあ、30日間のシーズン中断っていうところをすでに決定している状況の中で、まあ、MLB だけ2週間後、まあ、無事に開幕を迎えられるのかと言われると、まあ、おそらく難しいのかなと。で、なので、まあ、その MLB としてどういう状況にあれば開幕できるのかっていうところがちょっと気になりますね。で、また仮にですね、まあ、シーズンが、まあ、2週間なり1ヶ月なり分かんないですけれども、まあ、それだけ開幕が遅れた場合に、予定通り162試合やるのかっていうところも気になりますよね。まあ、あの、今のところ162試合やるのかどうかっていうところは、まだ話は、具体的な話は出てきてはいないんですけれども、まあ、仮に試合数を減らせば、まあ、ストライキが行われた1995年以来の出来事になりますし、もちろん予定通り162試合やれば、まあ、当然それだけポストシーズン、まあ、プレイオフですとか、あとはワールドシリーズの開催も遅れてしまいますので、まあ、最悪ワールドシリーズが11月末とかになる可能性も、まあ、十分あるわけですよね。まあ、果たしてそれを、まあ、選手会が飲んでくれるのかっていうところも、まあ、非常に気になるポイントですよね。で、他にも無観客試合っていう選択肢があり得るのかっていうところも、まあ、気になりますし、また、今回そのシーズンの開幕が延期になって、仮にその試合数が減った場合に、まあ、あの、選手ですとか、スタッフへの給料っていうところは、まあ、どうなるのかっていうところも気になりますよね。特にサービス
スタイムの問題が、まあ、選手には降りかかってくるわけですから、まあ、試合数が減っても、まあ、そのシーズンのサービスタイムに影響しないのかっていうところが、まあ、非常にこう、MLB としてどういう決定を下していくのかっていうところも、また気になるポイントですね。と、まあ、MLB としては非常に対応しなければいけないことが、まあ、山積みな状況なわけですけれども、まあ、ファンとしてはやっぱり一日でも早く今回のコロナウイルスの問題が収束して、まあ、いつも通りですね、野球を見られればいいなと思っていますね。まあ、少し長いオフシーズンにはなってしまうんですけれども、まあ、必ず開幕する日はやってくると思いますので、まあ、我慢した分だけまた開幕した後の楽しみというところも、まあ、非常に大きくなると思いますので、まあ、その楽しみを糧にですね、今はぐっとこらえて我慢して待ちたいなと思います。それでは今回の動画はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。